アーサフ・ウッタウラは、北インドのアワド大使。その地勢、首都は、ファイザーバードから、ラクナウへとセントされ、ラクナウは、文化と芸術の花が咲き、テイト・デリーと肩を並べるほどとなった。ラクナウの宮殿1748年9月23日、アワド大使、シュジャー・ウッタウラの息子として生まれた。1761年6月26日、ヤヒア・アリー・ハーンは、 アーサフー・ウッタウラの称号を名乗るようになり、これが彼の一般的な呼称となった。1775年1月26日、父である大主シュジャー・ウッタウラが死亡し、息子であるアーサフー・ウッタウラが大主医を継承した。アーサフー・ウッタウラは即位後、同年に宮廷を、ファイザーバードから、ラクナウに移し、新とラクナウの建設を、はじめ、1781年に首都をラクナウへと、 戦とした。アーサフーッタウラは、アワドの王宮や市街地をはじめ、ルーミーダルワーザーといったトルコモン、シーア派の記念館バラーイマームバーラーを建造するなど、シンとラクナウに独自のイスラーム文化を取り入れ、ラクナウは素晴らしい都市となった。アワドの君主は様々な文化を保護したため、アワドでは独自のイスラーム文化が培われ、 働き口がなくなったムガル帝国の画家をよく雇用した。アウラングゼーブの地政に衰退したムガル絵画の復興も行われ、ムガル帝国の様々な絵画が主体となった。アーサフーッタウラもムガル絵画にとても理解を示し、彼はイギリスのベンガル総督にいくつかのムガル絵画を献上している。アワドは衰退したムガル帝国の後を継ぎ、 アワドのムガル時代と言われるような素晴らしい文化が作り上げられ、ムガル帝国の首都デリーを凌駕する繁栄だった。また、イギリスから流入しもたらされたヨーロッパ風の絵画もアワドでは大いに受け入れられ、後の君主の立は、西洋風の肖像画を描かせている。1797年9月21日、アーサ・フー・タウラは死亡し、息子、ワズイ・イル・ア・リー・ハーンが後を継いだ。 ありがとうございます。